北京五輪のスノーボードハーフパイプで金メダルを獲得した平野歩夢選手が19日、自身のホームページで結婚を発表しました。平野選手は、私事ではありますが、この度、結婚いたしました、と発表し、これから新しい家族も増える予定です、や、英語の文面では、Where a l l so expecting a baby? 赤ちゃんも生まれる予定です、とお相手の妊娠も合わせて報告しました。 以下、日本語コメント全文、いつも応援してくださっている皆様へご報告があります。私事ではありますが、この度、結婚いたしました。これから新しい家族も増える予定です。いつも支えてくださる皆様、与えられた環境に感謝しながら、今後も新しい目標、新しい景色に向かって、日々挑戦を続けたいと思います。これからもよろしくお願いします。